こんにちは、ちさきチャンネルのちさきでーす。今日はですね、じゃーんということで、まあ本当はね、うち女の子だから唐揚げとかあんまり食べれないって言いたいところなんですけども、今日無性にね、唐揚げが食べたくなってしまったので、今日はみんな大好き唐揚げを心ゆくまで食べていきたいと思います。では早速、いただきます。うち案外久々に食べるかもしれない唐揚げ、いただきます。バッチリ、相性バッチリよ。ベストカップル賞与えましょう。こんな公の場でこんな大量の唐揚げがっついてる女の子います？他に。親が泣くよ。もっとチビチビ食べたら女の子らしいかな、まだ。お、はい、気持ち悪いな、やめよう。これさ、IKEA だったかな、 IKEA かどっかで買った箸なんだけど、めっちゃ長くてさ、小学校か中学校の時に修学旅行かなんかだったかな、でお寺に行ったんですよ。で、和尚さんの話を聞いてたんですけど、その時に天国と地獄はあるかないかみたいな話になって、で、まあ天国地獄はあると。で、天国はこういう長いテーブルに美味しい食べ物がいっぱい上がってて、それをみんながこう食べてるらしいんですよ。でも地獄は天国と同じように長いテーブルに美味しいものがいっぱい上がってるんだけど、箸が長すぎて食べれないらしいんですよ。それが本当だとしたら、うちは絶対地獄に行きたくない。下の前歯に挟まった唐揚げが、いや、さっきコンビニ行ったんだけどさ、お会計の時に財布を開いたら300円ぐらいしか入ってなくて、あ、そういえば前回買い物してた時お金下ろさなきゃって思ってたまま下ろすの忘れてたなと思って、赤っ恥かいたわ。カード使う人ならその場でね、スッと、じゃあカードでってなるだろうけど、うちカード使わないからさ。すいません、お金入ってませんでしたって。そろそろ味変しようかしら。ポッカレモン。本当は、本物のレモン買ってきて、かけたかったんだけど、近くのスーパーになかったので、ポッカさんで代用します。うん、うん、うん、ま、さっぱりしてて美味しい。これはいい味変です。ちょっとお腹いっぱい。
ぱいになってきた。ちょっとね。賞味期限2019年12月27日オワコンの大丈夫、大丈夫でしょ、死にはしない。え、でも半年はやばい、さすがにやばいかな。大丈夫大丈夫。じゃあ次、みんな大好きマヨネーズ。うちは唐揚げにマヨネーズかけるのあんまり好きじゃないんだけど、みんな見たいでしょ。いただきます。うん、うまいわ。これはみんなが食べたくなる気持ちもわかる。でも大量には食べれないね。休憩、休憩ください。はい、お腹の方がだいぶ休まったので再度食べていきたいと思います。いただきます。うん、休憩大事ね。休憩挟むと味覚までもが変わった感じがする。うん、うんふん。うんふん。眠くなってきた。さっきも休憩してた時何回も寝かけたんですよ。もうやばいやばいと思って、このままだと寝ちゃうから先に食べちゃおうと思って戻ってきたんですけど、最近眠すぎる、なぜか。ご飯完食。最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。はい、ということでたくさんたくさん唐揚げを食べていったんですけども、美味しかったです。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。せーの、バイバーイ。